16日、地元住民やノートルダム聖心女子大学の学生らが種地区にあるドイブンコナを栽培している畑に訪れました。ドイブンコナは江戸時代から二川地区に伝わる小松菜に似た葉物野菜で、葉は柔らかく辛みがあるのが特徴です。名前は二川にある黒杭地区土井分集落で作られていたことに由来しますが、昭和30年の湯原ダムの完成に伴い集落の大部分が沈んでしまいました。現在では地元の農家10個程度が自家用に栽培し、春に花が咲いた後は種を取って毎年大事に作り続けていますが、高齢化に伴い継承が難しくなっています。そこで今年度、地元住民で作る二川ふれあい地域づくり委員会は、岡山県が行う地域活性化の事業を活用し、ノートルダム聖心女子大学と協力して、土井分コナの普及や PR に取り組むことにしました。この日は、大学の食品栄養学科の学生4人が、岡山県農林水産総合センターの職員や、畑の持ち主で土井分コナの栽培を続けている遠藤正明さんらと収穫・調査を行いました。学生らは先月、土井分コナと同時に野沢菜やからし菜など似ている品種も合わせて6品種の種をまいて栽培しました。天気や肥料などの条件を同じにして、生育にどのような違いが見られるのか調べます。この日はそれぞれの品種の重さ、長さ、葉の枚数、色を調べ、詳しい成分は大学などの機関に持ち帰って調べることにしています。28グラム44.44 マイナス 20.92こう実際に最初自分で種をまいて、でこう土井分コナを含めこの野菜たちが成長していく過程をこう見ていくと、意外と思ってるよりも成長スピードが速いなというのも感じましたし、まあそれを使ったこう野菜を用いたレシピ開発なども今後していく予定なので、そういう時にこう今日ここまで育ててきた野菜を使ってこう料理ができるっていうのも非常に楽しみに感じています。二川地域の特産野菜として、やっぱりこの辺のまあ調査研究をいただいた中で PR ができて、そしてまあ土井分コナをちょっと食べてみたい言ってくださるような方が少しでも一人でも二人でも増えていただくことを願うわけですけれど、学生らは今後、土井分コナを使ったレシピを考えることにしていて、作った料理は大学の学園祭や二川地区のイベントで販売することにしています。